道の向こうにきっと君がいるから。 My process。 11人の中の1っていう解釈というよりは、自分は歌手としてラッパーとしてもう少し音楽と向き合い直してみないって思って、今日やるのはね、こうやって歌ってって言われるよりは、いや自分はこうやって歌います、リズム遅れてるよとかあるじゃない、そういうのが遅れられなくなる、そうなる技を教えようかななんて思っております。ちょっとみんなに聞きたいです。音楽にはビートと拍子がございます。いいですか、ビートと拍子、ビートと拍子の違いを述べよう、シオン。マジでわからないですけど、適当でいい、自分が思ったこと、思ったやつです、表紙は、なんていうんかな、ちょっと難しいな、なんかカウントじゃなくて、なんかなんていうかな、リズムじゃなくて、なんか、まあ俺の頭の中見てください。ずるちょっとずるえ、どうした、ちょいだ、どう、表紙は、ビートかリズム、表紙は何か拍みたいな、そうやな、感じ的にそうやもんな。正解を言います。翔也が95点でした。おーすごい。今からみんなに私が弾く表紙を当ててもらいます。何拍子か、いきますよ。君が泣くの、まだ僕も泣く。
四拍子？あ？四拍子だね。ビートはどうして君が泣くの？八かもね。八でやってみるね。どうして君が泣くの？まだ僕も泣いていないの。イラッとしません？こういう人オーディションでいた。どうして君が泣くの？まだ僕も泣いていないのに。いきなり曲が寄ってきたの分かるかな、自分、うん、さっきだと突き放されてる感じがするの分かるかな。これがビートを感じる力です。これは4ダラララ曲を聴いたら言ってくれてるんですよ。でそれが曲の言うことをまずみんなが聞けるようになって、でこんな感じで曲は復帰したり次のフェーズに行ったり違うこう模様を変えて君たちの曲も実はできてます。さあここに来まして JO1 の曲がどうなってるか皆さんのやつ聴いてみましょうか。おダイヤライト、何拍子ですか？4 1 2 3 4。さあ待ったよ。あっ来た。おいらも来た。やけてな。何だったな。やけたな。ビートですよね、問題は。何やと思います？さあ、ビートを考えてもらいましょう。たくみ？はい。1、2、3、4。はい、つかめた。1、2、3、4。Yes。4×4 で16です。で、これは、今たくみやってくれたのは、このバスドで表紙をやってくれました。と同時に、1、2、3、4やってくれました。この曲はなんと4拍子の16で歌わなきゃいけなかった。はい。いきますよ。はい。後ろでね、もう一発目です。ドン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 。はいはいはい。そのドンドンドンは分解するとダークタッターですね。ダビドダダツタタって感じ。ドンドンドン。これ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 16叩きながらこれをやりながら歌えたのです。で今できてるかさあ、でこの中から選んでるので細かあのビート的には16です。16を細かく遊んでる気持ちいいとこじゃなくて途中ずらしてやる、あの気になるダークタッターっていうのを作ってる。はい、その16ビートの中で、はい、そのまあ気持ちいいところで鳴らしてる音と、はい、まあ、ベースでさっきレンが言ったこのダンスタンっていうその音プラスその拍があれば曲ができる。もう聞こえてきてるな。はい、そういうことです。ありがとうございます。つまりみんな楽曲をこうやって縦に聴くようになるでしょ。下の層からこうやって、これが歌が上手くなるチャンス。そしてラップはこれに張って沿って書かれていることが多いのでラップにとってもチャンス。チャンス。そしてふわりが変わったところとかはダンスの人たちは必ずそこをフックにするのでダンスにとってもチャンス。次の曲いってみよう。チャンス。はい、何拍子？4。OK。ダクケダクケダダダダってなってるのか変わらない、表紙は変わらないけどこの時点で三角が来てますね。ダクケ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 。何ビートですか？せーの。はい、大正解。おっしゃ。いきます、次。
ややこしいけども。何秒した？4。8で歌うってどういうことですか？これをやりながら、はいはい、あーなるほどなるほど。世界はもう限界、熱い思い俺の胸に。マウス。マウス。いいの出したのに。ショートも取れるけど、どう思う？ここやしろ。そうだね、そうだね、そうだね。曲中に変わるんだけど、曲中から今言ったの合ってるわ。ここでしょ。16だね。ここどう思う？世界はもう限界、16を学習すれば四つ打ちでもいい。ダッタリダリダッタッタズタゲタ16がデキ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 できれば4つでもかっこいいかも。なるほどって思わない？これちなみに16のアクセントってどこを強く打ったの？いいこと言うね。イエス。ダゲデキ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 。それがダッタリ。そう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 。だから16の1拍目で感じると 4ってことになるね。ダダダなので、さっき純喜が言ったようにここはあ、なるほど。四つ打ちフィルで歌った方がかっこいいかもね。ああ、四つ打ちを全部入れる。Yes。 すごく強調して歌っていったらめちゃくちゃかっこいいかもね。16ビートありきの四つ打ち。そうだね、そうだね。この認識で歌ったり踊ったりしたら、どんな振りをしてもちょっと間違えても全然かっこよく聞こえるってこと。全然揃って見えるよ。びっくりするぐらい見えるよ。歌も自分のとこだけ理解してると繋がんないように聞こえちゃうんだけど、ここ16やな、確実にって認識があればパスがきちっとできる。そして受けたらきちっとそれを、このページが変わったのをきちっと出すことができる。結局この意味がわからないと、このプロセスを通らないと、なかなかみんなはそれを体感できて体現することができない。なのでこの曲から聞いたイメージももちろんそうだし、もっと深くなってくると、ダガダダガダク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 ダガダダガダと三角書いてみたり丸書いてみたりして、みんなでこう共有してみると、自分が丸く歌えばいいのか、丸いけどちょっと崩したらいいのか、少し遅らせたらここで絶対キラーチューンになる、俺が絶対ここで服になるとかっていうのを決めていくことができます。いいテクだと思いますね。なんかそういう感じでやった方が作業にならない。これしなきゃいけない、ああしなきゃいけないんじゃないかってやってる音楽は全然よろしくないです。で、そういう、私はよく死んだミュージックって言ってるんだけど、そういう死んだミュージックの中に身を置いてるとね、歌が作業になってきちゃう。本当の意味の悪い意味の作業ね。これありきの音源を聞いても、ごめんね、私は何も思わない。治った、誰かよく、誰が歌ってるかよくわからない、自分の声でもない、誰かの真似、カリータさんの真似、そんなものを聞いても、ごめんだけど私は何も刺さないっていう、そういった意味でみんなもう一歩歌手になりませんかってことなんです。このソリッドのわかる、これが活動中のみんなの一体内のわけだろう。そう、いいエンダーは自分ですみんなで知るか、せーの、ワン、ワン、ここずれてるよとか、縦取ってとか、揃えろとか、ソロを追わなきゃ、縦はずれないように、こういう体を作らないと、一生そういう会話になってしまう。まだ何もできない、打てないんだけど。